木材のですね、加工という技術で、最新技術で放射線レーザーというカッターというのがございます。でこれはね、放射線レーザーで 中をくり抜いたりとかね、中だけ外を傷つけないでカッティングができるわけで、自在にね、どんなあの木材でもねカットができるんですよ。だからね、非常に便利なんですけども、今まで人間がね掘ってたりとかね、削ってたものが簡単にねコンピューターでデータを送るだけで正確にカットができるんですね。燃やすんですけどね、一点に集中させましてね、焼いてカットしていくんですけれども、外側ただレーザーでね、放射線レーザーで一点に行くと穴が開くだけなんですね。ドリルと同じなんですね。ね、だから360度に回転させて燃やすところね、燃やすとこを一つの一点だけに集中させて360度ね、外側焼かないようにね、一点だけ集中して回したりね、360度こう回転させて焼いていくんです。一点に集中させてね。で一箇所じゃなくて、全部にね、こう外側の全部からレーザーを送るって一点に集中させますから、外側焼けないわけですね。一点に集中させたところだけ、一点だけ焼けるわけです。それを一点だけ焼けますね。それを繰り返して中だけカットとか丸とかね、くり抜くことが自在にできるわけですね。わかります？だからレーザー当てるときにこう当てると一点のドリルみたいな穴だけになっちゃうんで、ね、こう拡散するんですね。その焼くところ、切るところね。まずただこれだけだと、このね、こういう円の中でこうレーザー当てるだけだとね、まあ一点に集中しますけど、まだコンとかね、焼けちゃう可能性があるんですよ。この、ね、180度というかね、ね、この回転で一点に集中させるとね。で、段落がかなり焼けるけども、一点に集中してね、絞りがうまく取れないんですね。ね、だから、これを、こっちにも回転させるんですね。だから、180度だけじゃなくて、360度回転させて、だから、外側をうまくね、一点に集中させ、狙ってですね、全部の外側から、ね、360度の外側からレーザーで焼き切るんです。そうしますと、一点だけ焼けるんですね。ね。だから、木の中の中心の一点だけ穴開けたいって、点だけっていうこともできるわけです。だから、その繰り返しで、機材を外側全く傷つかないで焼き切ってね、加工ができるんですね。木材、放射線レーザーカットというのはね。それでね、もってですね、木材の加工というのはもう非常に簡単にできるわけですね。職人さんがやるよりかもっと正確にできるんですね。これはね、医療のね、放射線、レーザー、これね、よくがん患者に使うね、カッティング方法、これから来てるんですね。人間のがん細胞を焼き切るためにね、使ってる。だからその木材用ですね、強力なやつ、それから医療用から来てますね。わかりやすいですよ。医療で使ってるね、がん治療でがん細胞を殺すレーザー、放射線ね、治療っていうの、これはそうなんですね。
でね、木材の場合は悪影響もありませんからね、非常に簡単に木材カットができるわけですね。で、サンデープリンターと同じようにね、図面引いてね、サンデープリンターご存知ですか？プラスチックとか金属サンデープリンターもありますね。作れますね、もう形のものがね、自由にね。で、それと同じように、パソコンでね、設計して、で、木材をね、切断すると。だからボタン一つで、あと一つ形作ったらもう、ボタン一つだけだから簡単なんですね。放射線レーザーカットというのね。な難しく手間かかることね、やってるんじゃね、もう仕事なんないですしよ。レーザー、放射線レーザーカットでね、仕事をよくしましょう。僕が開発したものです。ね。人間界は私上の生物だからパテント取れないけれども、俺はね、役に立ってるでしょ、私の仕事がね。これはね、人間と取引ができるように、私が開発したものですよ。ね。ということで、じゃんじゃん使ってほしいんですよ、そういうの。ね。で、中国はそういう生産してもらってね、売ってもらっていいし、ね、僕が発明したもんだから。ね。木材、放射線レーザーカッターね。カット。ね。もう本当に簡単で、建築のね、クリニックから複雑なことまでもう本当に簡単ですよ。ね。だから黒くなりますけどね。これはしょうがないですけどね。黒、いや、切る切断部分は黒くなりますから。焼くんですから。ね。そこら辺はね、注意してください。かなり焼かないと、つながりが取れませんけどね。そこら辺をね、ちゃんとやれば、大丈夫ですから。ね。そんなことで、紹介いたしました。半間陽先生でした。